日本ハム2番最強打者理論。日本ハムのレイエス外野手が初めて2番で先発出場し、第1打席で特大の11号本塁打を放った。0対1で迎えた初回1試、ロッテ先発メルセデスの初球、内角低め直球を完璧に仕留めた。打った瞬間に確信した大飛球は左翼席へ一直線。8月3発目となる同点弾で試合を振り出しに戻した。前夜は左腕小島の前に3安打完封負け。新庄剛志監督は196センチ120キロの大砲を来日後初めて2番に置き、いきなり采配が的中した。レイエースさすがだ、完全に目覚めてる。文化ミスケット、マジかよ、ありがとうレイエス様。 MLB では2番は強打者の証、本人も気分いいんじゃね。化け物だ、これは2番最強打者。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。